皆さん、こんにちは。アメリカで獣医師をしている、栗原と申します。今日はですね、北原先生にちょっと頼まれましてですね、獣医師のですね、アメリカでどうやって獣医師として働くかという、いくつかのパターンがありますので、それをちょっと説明させていただければいいかなと思っております。はい。獣医師としてアメリカで働くというタイトルにさせてもらっています。僕自身はですね、今アメリカのタフツ大学というところで、画像診断科のレジデントをしております。はい。で、概要になりますけれども、いくつかパターンがあります。獣医さんとしてアメリカで働くには、大きく分けると3つのパターンがあると思うんですね。で、米国で免許をまず取ってしまうんですね。アメリカの免許を取得するパターン。これパターン A と。適当に読んでますけれども、これにはもう大きく分けて3つあります。で、専門医になるパターンですね。今僕がレジデントしていますけれども、試験にパスして専門医になるパターン。これパターン B ですね。で、研究者として渡米するパターンですね。これはいわゆるポスドクであったりだとか、あるいは企業ですね、に勤めると。いろんな選択肢がありますけれども、大きく分けるとこの3つになると思います。今日はですね、少しこれを細かく説明していこうかなと思っていますけれども、まずですね、米国の免許を取得するパターンですね。で、これにはですね、米国の大学を卒業するという、こちらの学生さんと同じステップを踏んでいくという方法があると思います。で、こちらもですね、高校3年間、基本的にはですね、飛び級ともありますけれども、基本的には高校3年間で卒業した後にですね、一般の大学ですね、アンダーグラジュエイトという言い方をしますけれども、そういったところにですね、入ります。でこれはですね、特に特別な入り方とかはないですね。他の、いわゆる大学に入り方、専門性のある大学ではなくて、一般の大学に入る入り方ですので、特に決まった方法はなくてですね、成績証明書であったりだとか、卒業証明書、もちろん推薦状こちら必要なので、レターを書いてもらうと。で、エッセイですね、自分の動機というか、こういうふうなことしたいんですよみたいなことを書いていったりとか、いろいろありますけれども、あとは、日本から受ける場合には、英語のテストが必要になることが当然多いですよということですね。で、これも大学によって、大学大体4年間ですね。で4年間で、非常に、その金額のことを言うとですね、大体、基本的にはですね、アメリカの場合はですね、多くの大学がですね、その州の学生さんをちょっとこう金額を安くして、周りの州だったりとか、海外から来る人を学費を多く取るという傾向があるので、これはもうまちまちですね、大学によって非常に幅があってですね、非常に高い大学もあれば、そうでも大学もあると。で、大体300万円、500万円ぐらい、学費でかかります。これも生活費も足すともっとかかるということになりますけれども、これ4年間ですね。で、獣医大学に、じゃあ次入りますと。で、これがこちらの、アメリカ人であったりだとか、こちらの大学卒業している人のステップになりますけれども、これがですね、GPA っていう、成績ですね。成績がどのぐらい良かったかっていう。あと GRE っていうのは、これはもう大学院みたいなものの扱いになるので、それに入るときに必要な英語だったり、数学だったりですね。こう作文ですね。はい。こんなものが必要ですね。で、インターンとありますけれども、これはですね、こちらの方に説明してありますけれども、獣医学科に入りたい人は、そういったような動物関係のですね、バイトであったりだとか、実習ですね、を、大学生、4年間ある間に、もちろんその卒業してから行ってもいいんですけれども、そういったものをですね、300時間と500時間、これまちまちだと思いますけれども、こういったものをちょっと行わないと、入れないってことですね。で、これはですね、獣医さんがいる場合ですね。特に動物病院なんかが一番獣医さんがそりゃいますので、何時間かやると。あともう動物、必ずしも獣医さんがいるとは限らないので、獣医さんがいない、例えば動物園ですね。動物園でのこの飼育だったりとかもお手伝いですね。あと研究みたいなものをしたりもしますね。論文書いたりとかね、そんなようなことを大学で行うと、よりいいかなと。その他、これいろいろあります。はい。なので、これがですね、これはもう本当に、僕はこのプロセスを踏んでいないので、こういったようなプロセスを踏んだ人に聞いてもらうのが一番いいのかなと思うんですけれども、これが大きな違いですね。ボランティアだったりとか、あとはその、実習だったりとか、ビジティングですね。
まあ、その獣医大学を受けるからには、まあ、そう獣医に特化したような、まあ、課外活動みたいなですね、まあ、カリキュラムをやらないといけないということになります。はい。あとはそのエッセイ、これ一緒ですね。まあ、VMCAS、まあ、これは、獣医大学をですね、ひとまとめにしているようなサイトがあるので、まあ、そこを使って、まあ、通常応募するんだと思うんですけれども、まあ、こういったものに書くものですね。あとはその各大学がですね、それプラスで、まあ、その志望動機みたいなものを書けというふうに規定してくる場合も、まあ、これいろいろありますので、まあ、獣医大学を受ける前にはこれで、もう推薦状、まあ、ちょっと必ず必要ですね、こちらは。で、あとはその、まあ、大体この書類審査でですね、あ、こいつはいいなっていうふうになるとですね、向こうの大学とまあ面接を受けて、それでまあ合格通知が来るということになります。で、獣医大学もですね、金額はまあまちまちですけれども、日本から受けた場合には、もちろんその国籍とかの日本の場合はですね、まあやっぱり非常に高い。まあ、大体200万円か400万円ぐらいは年間学費でかかるということになります。これ、生活費なしですね。なので、まあ、非常に高いですけれども、これが、まあ、米国の大学を卒業するというか、まあ、どこからかでもいいですね。高校から入ってもいいでしょうし、大学からでもいいでしょうし、いきなり獣医大学から入るってもありですけれども、まあ、このプロセスを踏んで、まあ、テストにパスすればいい。まあ、こちらの学生さんと一緒の方法で免許を取るんですね。はい。でですね、AVMA というものがありまして、これアメリカのですね、まあ、獣医協会みたいなものですね。まあ、獣医師会みたいなものですけれども、まあ、こちらでですね、この大学を卒業した場合にはですね、アメリカの免許がまあ取れますよというふうにですね、認めている大学がですね、アメリカ、まあ、要は北米ですね、カナダ、アメリカは当然入ってますけれども、それ以外の国でもですね、いくつかあるんですね。で、まあ、最近で言うと韓国ですね、ソウル大学がですね、AVMA に認可されてますので、まあ、ソウル大学を卒業するとですね、まあ、卒業した後にですね、このナブリという試験、これも、国家試験だと思ってもらったらいいと思います。これパスするとですね、まあ、もう獣医さんとしてアメリカの免許、ライセンスが取れるということになります。で、ニュージーランドだったり、オーストラリア、まあ、その国にもですね、まあ、認可されてるところもあればですね、認可されてない大学もあったりとかですね、これいろいろあります。で、フランスでも一つありますし、まあ、スコットランドは、ね、まあ、ああいったような、まあ、その、まあ、いくつか大学に、まあ、その国のいくつかの大学が認可されていると。フランスであれば、ユトレヒトですね。あ、ごめんなさい。オランダであればユトレヒトだったりとか、まあ、いくつかある。フランスも一つありますし、あとはカリブ海系の国に、まあ、いくつかあるんですけれども、そのような感じですね。で、多くの大学の場合は、日本と同様でですね、こういったような大学はですね、まあ、高校卒業してですね、で、大学に入る。で、大体獣医大学はですね、5、6年です。まあ、ニュージーランドであれば5年ですし、まあ、それ以外の国であれば6年だったりとか、あとはここにちょっと2年ぐらいの、まあ、なんか専門学校のようなものを挟んだ後に入れるみたいですね。まあ、いろいろ国によって違う。はい。で、まあ、まあ、これは AVMA に認可されている大学を卒業するということですね。これも比較的やっぱりその、学費は当然、まあ、高額にはなりますね。はい。高額な学費。大体もう、アメリカの大学に入るのと一緒でですね、まあ、300万円から500万円ぐらいは学費がおそらくかかるんじゃないかなと思います。これも国によって違いますけど、大体そのぐらいの相場かなというふうに思います。はい。で、このパターンですね。日本の大学をもうそもそも卒業して免許を持ってるぞというパターンです。で、これは、ですね、書き換えるという言い方になるかなと思いますね。で、ECFVG というプログラムとですね、PAVEBE ですね、PAVE。この2つのプログラムが、一応アメリカの場合はあります。これに関して簡単に説明しておきますけれども、まあ、ECFVG というのはですね、まあ、アメリカ以外の国、まあ、要は AVMA に認可されてない国を卒業した人がですね、アメリカのライセンスを取得するためのプログラム、結局なるわけですので、まあ、いろいろこれも、まあ、獣医師免許、例えば日本の獣医師免許の英語版ですね、まあ、農林水産省からもらってて提出したり、もう成績証明書ですね。こういった、まあ、登録だけ、ステップ1ですね。あとは、英語のテストが必ずあります。で、まあ、トグルであれば、まあ、IBT、今は、全部電子になって、電子というか、パソコンで受けれるようになってますので、まあ、トフル IBT ですね。まあ、スコアも大体こんなもんですね。はい。で、アイルツっていうやつは、まあ、イギリス系とか、まあ、そっち系ですね。イギリス系、ヨーロッパ系とか、イギリス系とかの方の、まあ、トフルみたいなものですけれども、そういったもの。あとは、まあ、このカナダのやつもありますけれども、これはまあ、比較的受けてる人は少ないので、ちょっと割愛してますけれども、まあ、最低ボーダーラインが一応ここに来てますね。はい。まあ、このだけ点数取って、まあ、ここが多分ステップ2ですね。
だから、ステップ2までは全然日本でも、まあ、全然日本でもできますし、まあ、ごめんなさい、ステップ3までは日本でできますね。で、ステップ3に関してはですね、このプログラムがですね、提供している、まあ、これも国家試験みたいなものです。はい。さっき言ったナブリっていうのがあるんですけれども、ナブリっていうのはそのアメリカですね、アメリカの国家試験みたいなものがあるんです。それに、まあ、かなり似通ったものですね。かなり似通ったものを提供していて、まあ、それにパスするということです。で、その後にですね、実技試験があるんですね。もうこの CPE っていうのがあるんですけれども、これはですね、まあ、3日間ぐらいでですね、7セクション、これいろいろあります。問診取ったりみたいなですね、口頭でそういうのを、実際に、まあ、見せるという感じ。まあ、日本で言うとオスキーみたいなやつですね。ああいったようなものをやったりだとか、あとは外科手術、去勢だったり避妊とかですね。はい、そんなようなものですね。あと麻酔等もありますけれども、そんなようなものをですね、まあ、実際にやってみて、まあ、3日間でやってみて、で合格するか合格しないか、まあ、実技試験ということになると思いますね。で、コストは、まあ、やっぱり、基本的に高いですね。すべてを、やっぱりやると100万円以上は当然かかってくるかなと。まあ、登録料だけであれば14万円ぐらいですけれども、もちろん英語のテスト、まあ、トフルとかですね、ああいうのってなってくると、やっぱり2、3万円ぐらいはしてきますし、あと、まあ、CPE ってのは実技試験なので、まあ、やっぱり、非常に高い。まあ、80万円くらいはすると。もちろん、その、受からないこともあるかもしれないですし、で、あとは渡航費ですよね。まあ、滞在費、渡航費、そういうことも含めると、まあ、100万円以上は当然かかってくるかなと思います。まあ、こういうような ECFVG という、まあ、プログラムがあります。これネットで調べたら当然、今の一番新しい情報出てきます。でも、そんな感じですね。はい。で、もう一つ、ペイブプログラムっていうのがあります。これも非常に似てます。はい。非常に似てますけれども、大体これも登録とか一緒ですね。英語のテストも一緒です。はい。まあ、スコアを見てみると、まあ、まあ、多少の違いありますけれども、大体一緒です。はい。で、この QSE ですね。まあ、Quality Science Examination というのがありますけれども、まあ、これもですね、まあ、このペイブのこのプログラムが提供している国家試験みたいなものです。まあ、これをパスすると次研修に入るということですね。で、この研修ってこれどういうことかというと、これ1年ぐらいのですね、ローテーションを行うってやつなんですよ。はい。で、ECE なんていうふうに言いますけれども、これはですね、1年間学生さん、4年生の学生がですね、こっちはクリニックに出るような感じになりますので、それを一緒にやるってことです。はい。いくつかの大学があるんですけど、これ今のところはですね、これ4つぐらいの大学はこれやってないと思います。はい。で、実際僕も調べましたけど、今も4つ、オクラホマ、ミズーリ、イリノイ、ルイジアナ大学。この4つ。で、これはですね、この ECE をやってですね、で、その後ね、やっぱナブリですね。これアメリカの。だもう一回こう受けるんですね。国家試験みたいなやつを受けて、もう一回、本当に普通のこちらのやつを受けるという感じでパスすると、まあ、まあ一応免許として、まあこう認められるということになりますね。で、これはですね、コストがなんで高いかというとですね、この1年間のこのローテーティングは結構高いので、まあこれはもう300万円どころじゃないですね。これだけでも300万円ぐらいするでしょうし、で、登録料だったり、こうね、まあ、テストを受けるのも、これも10万円とか、渡航費もその宿泊費って考えると、まあ、かなり高いと思います。まあ、ただ、その実技テストがないとですね、まあ、実技テスト自体はですね、まあ、その、まあ、ないですけれども、まあ、1年間のこのローテーションがそれに相当するというふうな扱いなので、まあ、これが、まあ、そうですね、まあ、この4つの大学で行っているのものですね。で、ただですね、ちょっと注意点として、そもそもこれをですね、資格として認めてない州もあるんですよ。まあ、アメリカで言うと、アラスカ、アラバマ、デラウェア、ハワイ、インディアナ、カンザス、ネバダ州はですね、これをですね、認めてないんですね。ペイブプログラムだと、要は書き換えたことにならないですね。まあ、ちょっとこれが注意っていうところと、現在ですけれども、このプログラム、このコロナになる前からですね、一旦ちょっとストップしてます。これちょっと理由はごめんなさい、わからないですけれども、今ちょっとやってないみたいなんですね。なので、まあ、再開されるかもしれない。ウェブページはありますので、まあ、そこで調べてもらうという感じになると思いますけど、現在プログラムがやってないということです。はい。で、これもパターン B の話にも早速入っていきますけれども、これはですね、まあ、こちらの大学を卒業したらこんな流れっていう感じなんですけれども、まあ、ここまで一緒ですね。先ほどの免許取りますよっていう、この、高校3年間で大学4年間で、獣医大学4年間っていう、このプログラムですね。で、これがまあ9年になりますけども、あ、ごめんなさい、11ですね。
11年ぐらいになりますけれども、これ卒業した後にですね、大体皆さんのですね、こちらの学生さんは大体研修やります、1年間。これはまあプライベートだったりとか、アカデミアって、まあ、大学でやったりだとか、まあ、比較的大きな地方の、比較的大きな病院であったりとか、いろいろあるんですけど、まあ、基本的にはもう全科インターンとか、ほとんどの試合ありますね。で、で、専科研修医っていうのを挟む場合があります。これ、例えば外科とか、内科とか、画像診断科のインターンですよ、みたいな。まあ、もちろん神経も、目も、眼科もですね、いろいろありますけど、で、やった後にレジデントとね。で、レジデント。これがですね、まあ、なんか、専攻医みたいな、日本で言うと専攻医みたいな、人で言うとそういうことになりますけれども、だいたい3年から4年間で。ね。で、これをやって専門医試験にパスすると初めて専門医ということになるので、道のりがかなり長いんですよ。で、まあ、ここでまずそもそも11年費やしてますよね。で、これで12年。で、場合によってはこれで13年。3、4年とかになってくるので、まあまあ15年以上かかって専門になるということになってくるので、まあ比較的、まあプロセスとしては長いですよね。はい。で、まあ大体まあ30歳、早くても30歳手前ぐらいで専門になるということになる。比較的、まあ30歳ぐらいで専門になるということなんで、まあ比較的こう長いプロセスになりますけれども、まあどこの段階で専門医を目指してもいいかなと思うんですけど、少なくともですね、これは免許、をですね、免許とはまた違うね。専門医試験って、また専門医資格っていうのはまたこれ、それぞれですね、まあ、専門医をですね、まあ、学会が認めているものになるので、まあ、ちょっと違うんですけど、これ、ビザに関しては、先ほどちょっと説明するの忘れちゃったんですけれども、学生ビザと F1、F1、まあ、F ですね。で、J ってこれ、研究職のビザ。H1B ってのはこれはどっちかっていうとですね、まあ、ワーキングビザ、感じになりますので、働けるようなビザなんですけど、まあ、大学によってこれ違います。ちょっとこの大学によって違いによってですね、まあ受けれる受けれないとか、これいろいろ関わってくるんですけれども、まあ、基本的にはですね、まあ F の学生ビザで行くのか、J の研究職のビザで行くのか、H1B のこの、まああのワーキングビザですね、で行くのかっていうのは、これ大学によって違うので、まあこれ様々ですけれども、ですね、まあ、先ほどのようにですね、この段階で入るんですね。で、まあこの段階で入るってこともあり得る。大学から、高校から入るんですね。もちろん獣医大学からいきなり入るってこともできますけれども、これも、免許を取る。アメリカの免許、まあ通常は取ってることが多いと思いますけれども、取って、まあ、この流れに全部沿っていくっていう。これ専門になるパターンですね。でただですね、そのアメリカの、例えば大学卒業していなくてもですね、まあ日本の免許を、まあ、取って、まあ書き換えて、ここから行くということもできますし、レジデントにいきなりマッチングから入っていくってことも一応可能ではあるんですね。で、僕の場合はですね、日本の大学を卒業してですね、僕はアメリカのライセンスは持ってないですね。アメリカのライセンスは持っていないんですけれども、で、そういう日本の免許の書き換え等もやっていません。で、僕の場合はですね、いきなりここから行ってます。で、アメリカのマッチングプログラムにマッチした後に州のライセンスをもらって働けているという状況なので、まあ、これもいろいろです。まあ、州によっても全然法律も違いますので、一応僕が今いる州に関してはですね、アメリカの免許を持っていなくても州の免許を発行することができて、それで問題なかったことができる。そうですね。ただですね、そういった大学非常に少ないんですよ。なので、例えば、まあこれはまた別の機会でお話ししてもいいですけれども、もう画像診断科であれば、アメリカで年間20とかですね、22、3ぐらいのポジションがあるんですけれども、アメリカのその全体の免許ですね、さっき言ったナブリっていう国家試験をパスしていない場合にはですね、大体受けれるのがですね、もう3つ4つです。なので、非常にこう、狭くなっちゃうね。枠が狭くなっちゃう感じです、イメージとしては。もちろんただゼロじゃないよ、ということなので。で、マッチング、このインターンですね。インターンもいくつかありますけれども、これもですね、やっぱり非常に少なくなりますね。はい。まあ、いくつかはありますけれども。またカナダとかであれば少し、アメリカよりはちょっとビザが少し緩いとかですね。国によっての違いも、まあ、多少はあるかなと思います。はい。で、こんな感じで専門医になると。じゃあなんでこのパターンだとアメリカで働けるかというとですね、僕はですね、例えば、まあ、数年後に専門医試験を受けてパスした場合にはですね、こう専門医となるんですけど、また専門医はですね、またその免許とはまた違うんですけど、また一つの資格になるので、まあ、この資格があればですね、まあ、免許が、まあ、今のようにですね、レジデントに、まあ、こう入れればですね、州の免許をもらえるみたいにですね、専門医であれば州の免許が出ることが全然あるパターンなので、その全体の免許を実は持ってなくても働くことができたりするんですね。まあ、ただ選択肢がやっぱりちょっと減っちゃったりとか、プライベート、要は私立病院ですね。
とかで働けないとかですね。まあ、いろいろありますけれども、まあ、大学には残ることができるとかですね。まあ、そんなこともあります。はい。まあ、これですね。まあ、意外と知らないなっていうところなので、ちょっとチェックで出してますけど、もう一回説明すると、まあ、州のライセンスを持っていれば働けるんですね。なので、普通はですね、免許を取って州の、免許を取って、ポジションを取って州のライセンスを取るっていうプロセスなんですけど、実はポジションを取ってしまえばですね、もう働かざるを得ないんで、州のライセンスを大学がサポートして出してくれるということになるので、まあ、その州、まあ、通常レジデントって一箇所でしかやらないので、やらないことが多いので、まあ、そこでまあ問題なく働くことができるということはあります。はい。で、これも J ビザですね。まあ、これはですね、ちょっとかなり多種多様な、パターンがあると思うんですけれども、まあ、基本的にはですね、獣医大学を卒業してですね、大学院に入る、こちらのですね、まあ、これ4年とは限らないんですけど、まあ、4年としておきます。大体4年ぐらいらしいので、で、PhD を取ります。これはですね、もちろん、日本のパターンですね。アメリカの大学を出て大学院に取るとかもいろいろあるんですけど、まあ、PhD、まあ、博士号を持ってる人がどういう状況になるのかっていうと、ポストクですね、要は。はい。ポスドクと言われるポジションで、こちらで研究をしてお金をもらいながら研究をするっていうパターン。これ結構いろんなポジションがあります。で、まあ、企業に就職するなんていうね、パターンもあったりしますけれども、これはですね、まあ、結構いろんなパターンがあったりするので、で、自分の研究に合ったですね、まあ、ポジションを見つけて応募するっていう。まあ、本当にこれはマッチングとかそういうものではなくて、結構個々と個々のやり取りになるかなと思いますし、まあ、そもそも自分がね、専門としているような研究をしているところに応募するわけなので、まあ、これはちょっといろんなパターンがあるので、まあ、ただアメリカでこれは研究者として働くというパターンになると思います。で、メリット、デメリットの話を簡単にしますけれども、米国の免許を取得するパターンの A のこの米国の大学を卒業するってやつですね。まずこれのいいところはですね、まあ、なんせ、獣医学教育の結構レベルが高いので、まあ、そういったところにですね、4年間入れるっていうことがまず非常にメリットになります。あとはですね、まあ、当然英語を使ってやりますので、まあ、英語困らなくなるっていうのとですね、大学生やるっていうのは結構重要で、割と文化的な背景なども知れたりだとかですね、日常会話とかの、まあ、そういったような、専門用語じゃないところが非常に補われるので、まあ、これはやっぱいいかなと思うんですね。あとはですね、まあ、それからさらにレジデントとか頑張ろうっていう人にとってはですね、やっぱりですね、海外の大学を卒業した人っていうのは、こちらの大学を卒業したと、したと比べると、まあ、僕はそうですけれども、同等とは扱われないです。はい。全く同じとしては扱ってくれないところが多いので、やっぱり、まあ、他の候補者との差がなくなるっていうのはこれメリットだと思います。もう逆に言ったらそこで差別しちゃったらもうこれ人種差別になっちゃいますんで、もう一緒です。一緒としてまあできるかなというところがまあ大きいと思いますね。で、免許を取るまでにまあとにかく時間かかりますよね。やっぱり8年間行かないといけないです。まあアメリカ以外の国だったらまあそのアンダーグラジュエイトと言われる4年間の大学がなかったりするので、まあ時間かかります。どれも時間かかりますけども、より時間かかるかなって気がしますね。あとは、まあ、何せやっぱり時間かかる分、その学費も高いし、お金も非常にかかるというところになります。やっぱアメリカ生活費も非常に高いので、まあ、これも大学によりますけれども、デメリットなのと。で、AVMA に認可されているアメリカ以外の大学を取るということになると、まあ、これもですね、結構その有名な名だったる大学も多いので、いいその教育を受けることができるかなと思います。けど、これもやっぱり英語を話すことが多いので、ただ、英語が必ずしも第一言語じゃない大学ですね。もう AVMA に認可されてたりもするのであれですけど、まあ、オーストラリアとかニュージーランドとかであればネイティブスピーカーなので、まあ、この辺問題なくなるんじゃないかなと思います。で、まあ、ちょっとアメリカよりも早く免許取れるんですね。で、僕はニュージーランドにちょっといたんですけれども、ニュージーランドのマッセイ大学というところにいてですね、早く取れるって言ってアメリカから来てる人いましたね。アメリカ、早くその獣医になれるので、アメリカの高校卒業していきなりマッセイに入ってるアメリカ人いましたけれども、で、それですぐアメリカ戻って、免許、まあ、ネイティブスピーカーなので、で、免許も持ってるということなので、早めに取るんだ、みたいな感じで言ってる人もいましたし、もういろいろですけど。で、まあ、このレジデントなどを積む際にポジションが少ないとかどういう意味かっていうと、やっぱりですね、アメリカ、北米がやっぱりそのレジデント、専門医、さらなるキャリア、まあ、その臨床的なキャリアを積む際にですね、まあ、非常にやっぱポジションが多いです。少ないですけど、獣医の場合は。でもやっぱり、例えば、麻生大学とかであれば、画像診断科のレジデントはなかったりもします。3年に1人とか。まあ、あとはもう、自国の人ぐらいしか受け入れないよ、みたいな感じの、こともあったりだとか。まあ、オーストラリアとかオセアニア圏は、そこそこありますけど、やっぱりアメリカに比べたら圧倒的に少ないです。で、ヨーロッパとか、まあ、アメリカの、
まあ、ヨーロッパの方のプログラムもあるんですけども、やっぱそれも非常に少ないですね。なので、ちょっとその辺が問題になる可能性あるか。あとは、まあ、日本で取るね、その、まあ、日本、その留学になるので、やっぱりその日本で獣医の免許を取るよりは、まあ、非常に高額ですね。まあ、学費生活費は非常にかかる。ここはデメリットある。はい。で、日本の免許を書き換えれるっていうことに関して言うと、比較的やっぱりこのメリットとしてはですね、やっぱり日本人が日本の大学を卒業するっていうのは、他の、留学をして卒業、免許を取るっていうよりもですね、やっぱり、まあ、その授業費、まあ、その、非常に少ないです。もちろん生活費もやっぱ少なくて済むので、まあ、やっぱり費用が少ないですね、圧倒的に。で、ですね、まあ、この、まあ、デメリットも非常にでも大きいんですけど、キャリア、まあ、レジデントだったり、インターンとか積むときにですね、非常にやっぱ難しくなる。なんでかというと、免許は確かに書き換えれるんですよ。ですけど、免許書き換えたとしても、これちょっとなかなか説明が難しいんですけど、要はアメリカの大学を卒業した学生さんと同じになるっていうだけなんで、こうビザが出るのがもうこれ全く別物なんですよ。極端なこと言うとですね、まあ、言ったらただただアメリカの免許を持ってる。日本で免許を取ってアメリカの免許に書き換えれてますっていうプログラムをパスしてますっていう人とですね、学生さんが卒業して、アメリカの大学卒業して、その、まあ、普通にビザもいらないわけですよ、学生さんであれば。ビザがいる人もいますけれども、そういった方であればわざわざ日本人取らないんです。特にインターンとかの場合は。めんどくさい。はっきり言ってめんどくさいんですね。なので、まあ、非常に強いバックグラウンドがない限り難しいですね。まあ、大学とかであれば、それは、まあ、ある程度、こう、まあ、公正にというか、扱ってはくれますけれども、プライベートの大学とかでですね、ビザを出すのは非常に難しいと思う。特に H1B プロセスであればですね、インターンって給料低いので、なかなか、まあ、出してくれないですね。その、サポートしてくれないと思います。プライベートの病院。まあ、そのぐらい難しい、ふうに判断してていいかなと思います。まあ、その、あとは、その、ペイブプログラムであれば、収入で全然使えない。元も子もないっていう状態もあったりとかしますね。また、まあ、これは書き換えてるだけなので、アメリカの大学の教育を受けてるわけじゃないので、アメリカの文化とかそういうのも全然わからないので、まあ、これはたまにデメリットになったりする可能性は、まあ、あると思いますね。で、この専門になるパターンの B のメリットですけれども、まあ、やっぱりそのレジデントっていうと、かなりしっかりしたプログラムになってますので、まあ、教育を受けれる。これが非常にお金をもらいながら教育を受けるんですね。あとは、まあ、世界で認められている資格で、獣医の場合、非常に一つの資格のその保有者が世界中でも少ないので、画像診断であれば、ヨーロッパのプログラムを含めて1000人程度なるわけですね。まあ、本当に、例えば眼科とか皮膚科とかでもっと少ないですね。なので、まあ、そういったのが非常に、まあ、その差別化が図れるところがメリットだと思います。で、デメリット、まあ、デメリットというよりは、まあ、そのプログラムが高倍率なので、まあ、入るのが非常に難しい。マッチ率は非常に低いですね。まあ、マッチ率だけで言うとですね、まあ、アメリカのその、外科であればですね、まあ、大体、まあ、15%、20%切ってくる感じですね。15%程度。画像診断とかも最近そんな感じ。で、まあ、カーディオが大体、循環器科も結構ね、人気あるんですけど、大体今20%前後だと。ところが非常に難しいですね。で、あとはですね、まあ、そもそも免許がない場合ですね、書き換えてる、免許も書き換えてない、僕のような書き換えてないパターンはですね、まあ、もう本当極端にポジションをつかないですね。もう、要はアメリカ、まあ、さっき言った世界中で考えてもいくつかしかないという状態になるので、非常に少ないですね。あとはですね、まあ、その卒業した後にも免許持ってないんで、まあ、この、まあ、もちろん免許を取った上で専門医になるパターンだとですね、これは全然問題ないんですけれど、僕みたいにアメリカの免許がない状態、州の免許しか持ってない状態で働いてる人にとってはですね、もう取得した後もですね、まあ、大学の教員になるぐらいしかないですね。なので、非常にポジションが少ないっていうのはありますね。で、最後にその研究者として渡米するパターンになりますけれども、これはまあ、全然研究者なので、その臨床的な免許が実は全然いらなかったりもするので、ね、まあ、PhD がいわゆるそのチケットというか、一つの免許みたいなものになりますので、なんで、まあ、まあ、あとはその研究で結構こう、割と狭いところになってくるので、まあ、その、実際にこう、要は、フィーリングが合えばですね、結構もうすぐ来ちゃいなみたいな感じになることもありますし、倍率は高くないことが多いです。まあ、ある意味。ただ、その逆に言うとですね、なかなか自分がやりたいことができないみたいなこともあったりとかもしますし、まあ、そもそもそこが全然応募してないとかですね。はい。まあ、そんなこともありますけれども、
どちらかというと、たくさんの応募者がいる中で競い合うというよりは、まあ、非常にニッチのところを攻めて、ポジションを取っていくという感じなので、まあ、他のやつとちょっとまた違うかなと思いますけれども、まあ、これは研究で言っている人の話を聞くのが一番いいかなと思いますし、あとはその分野の有名な著名な人にも直接ダイレクトにコンタクトしていくとか、そのようなことになると思いますね。はい、じゃあまとめになりますけれども、まあ、現在の状況だったり、お金とか英語力によってですね、まあ、アメリカで働きたい場合にはどんなようなプロセスでいこうかなっていうふうなことを考えていく。で、基本的には全部高いです。で、全部時間かかります。まあ、それになったら英語はどんだけ喋れるかとかにも、まあ、かなりよるんですけれども、やっぱり現在の自分の状況をうまく把握して、まあ、アメリカで働きたい人はどういったポジションでいこうかなというようなふうに、考えるべきかなというふうには思っています。で、これはどんなことにも言えますけれども、コネクションだったり、情報収集、あとモチベーションですね。まあ、このやっぱ3つをですね、まあ、自分でやりながら、まあ、例えば今日のこのチームの動画を見ていただいて、まあ、僕にコンタクトを全然取ってもらってもいいですし、まあ、僕も全然わかんない分野は全然わかりませんので、あと僕の知り合いにね、ちょっと相談してみないみたいな感じでコネクションを広げていくとかも、そんなことぐらいしかできないですね。はい。また情報収集を自分で、今ネットでどこでも情報とか取れるので、自分で、そういったような調べてみて、あ、こんなことになってんだな、みたいな。で、あとは実際に足を運んでみるとか、あと担当者にメールしてみるのもいいでしょうし、まあ、そんな感じですね。あとはモチベーションって結構大事で、やりたいかやりたくないかがすごい大事なんですね。なんとなく来れないんですよ、こっちは。で、なんとなく来ちゃうとお金もかかっちゃうし、時間もものすごい無駄にしちゃう部分もあったりとかするので、やっぱ、まあ、こんな風になりたいな、みたいな感じでですね、まあ、ある程度こう、自分である程度やりたいなってことを絞ってくるとですね、まあ、こっち、相談される側も実は結構簡単で、レジェンドになりたいんですとか、専門になりたいです。あ、じゃあこういうふうになるよとか、あとこっちの免許取りたいんですよね、みたいなこと言ったら、あ、じゃあこんな感じでやった方がいいんじゃない。なんとなくアメリカ行きたいんですけどって言われると、じゃあ旅行でいいでなんてなっちゃって、まあ、やっぱりそのモチベーションでは結構大事かな。やっぱ相談するときも大事だと思います。やっぱりモチベーションって人の心を動かすと思うので、まあ、この辺はやっぱり重要になるかなというふうに思っております。で、その他、まあ、その他って何かっていうと、結局、まあ、結構長めに、ちょっとだらだら話しちゃったんですけど、その他っていうのはですね、まあ、結局人が人と働いてですね、人が人を採用するので、もう多種多様なパターンとか抜け道がたくさんあるんですね。で、僕、まあ、いわゆる王道みたいなやり方じゃないですし、王道みたいなものが特に重要かはと、まあ、ない、まあ、何をもって王道か難しいですけど、こういうふうにしろみたいなのがあまりないので、まあ、とにかくこっちにね、頑張ってこっちに来て、で、免許取れればいいかなっていう感じな、免許とかね、その仕事が、ポジションを取れればいいかなってことなので、まあ、なんせ動いてみるのが大事かなと思います。やっぱなかなか行動力で動かないと、なかなかちょっと自分に舞い込んでくるってことはやっぱりないので、まあ、いろんな人に話を聞きながら、自分で実際に動いて、ポジションを掴んでいくってことになると思います。まあ、希望、モチベーションがあって、やりがいがある人は、まあ、そんなような感じでやっていくことになるかなと思いますので、まあ、チーム和田を通してですけれども、まあ、僕もこんなような感じでですね、まあ、少し、まあ、10位という非常にニッチなですね、特に海外行くと非常に人数が少ない、まあ、一体誰に相談したらいいんだってことになっちゃうと思うので、まあ、僕もですね、セイブスとかですね、ライブスっていうようなですね、専門医の先生たちと一緒にやってる団体がありますので、まあ、そういったところを通じてですね、質問してもらっても構いませんし、まあ、僕、まあ、ツイッターなり、まあ、インスタだったりとか、フェイスブック等やってますので、まあ、そこを、まあ、取っかかりにですね、まあ質問してもらってもいいですし、まあ僕はもう僕をですね、まあ踏み台にしてもらってですね、どん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 、目指すべき人が目指してですね、ポジションを掴んでいってほしいと思ってるだけですので、まあ連絡して、したい方はもう自由に連絡していただければと思いますので、はい。まあここでは話しきれないこともたくさんあるので、一応今日はそのいくつかのパターンと一緒に、この獣医学であればこんな感じで、アメリカで働くことはできるんですよっていう触りのお話をちょっと長くなっちゃいましたけど、させてもらいました。はい。またご質問ある方は、チームの場を通じてでもいいですし、直接僕に、連絡していただいてもいいので、ご質問等もお待ちしております。はい。長々と、聞いていただいてありがとうございました。はい。失礼いたします。